疲れ様でした。はい、ありがとうございました。今日の試合の大会ではメインイベントから遡って3試合すべてが日本人対決という形で、しかも組まれたカードではなくて日本なので、勝ち上がってこのカードになったというのはプライドになかったすごい違うと思うんですけど、このサラトラ社長からすれば、この日本人がこうやって活躍するということは歓迎するということなのか、もしくはやっぱりもっとグローバルな外国の選手も入れたいと思っているのか、どうなんでしょうか。はい、僕もここまで日本人選手がキックのワンナイトはね、日本人だけに組んだもんだから、ここは逆に、抑えていっちゃうんだけど、日本人がひょっとしたら、僕の予想では男子のバンタム級も決勝に残らない可能性が結構な割合であるのかなと思ってました。で、女子もレナもカンナも、この準決勝が突破できないのかなっていうことも考えてたぐらいなんですね。そういう意味では堀口教授も29日の試合ですがどうかなと思ってたんですけど、やっぱり日本人選手が決してなんていうんですかね、なんちゃってのキャリアの選手を呼んだわけじゃないんですよ。だからその中でもきちっとこうやって決勝に駒を進めてくれたってことにはある部分驚きだし、嬉しく思いますし、これだけ強い日本人、僕らが誇れる日本人がいるんで、どんどんまた世界に目を向けて、世界中からマネルケープのようなですね、強豪、まだ見ぬ強豪が実はたくさんいるんですよ。みんなが見えてる選手って本当に氷山の一角だから、 UFC のランキングに入ってる選手が世界中にいる格闘家、総合格闘家のベスト10では絶対にない。それがはっきり今日の堀口教授の試合とかを見てもらった、柴谷の試合を見てもらったら示されたんじゃないかなって思いますね。本当に素晴らしい日本人の活躍だったことに嬉しく思うのと、本当にプライドの時代では見れなかった風景なので、今後もっともっと世界からいろんな強豪を集めてきても呼んできてもいいなっていう、そんな手応えを感じました。その内容なんですけど、この2日間を通して海外で優勝だったニューカマーは誰ですか。圧倒的にやっぱりマネルケープじゃないですか。アーセンに勝ったときは本当に本当に実力がきちっとあってのことなのか、ただ単なる本当のクレイジーホースなのか。でもマネルケープは多分とても頭がいいです。インテリジェンスがポルトガル語も喋るし英語も喋るし、そしてやっちゃいけないところまでやらないんですよ。でもあれも本当に挑発だと思うんですよ。あれも心理戦だと思うんでね。イアン・マッコールの試合も多分イアン・マッコールは3年ぶりの試合で、あの挑発にイラついたじゃないですか。でも堀口は微動だにしない。僕はそこが堀口の自信だったと思うし、イアン・マッコールはやっぱりその時点でもうイライラしてた。本当にそれは完全にマネルケープの作詞策略に乗せられた試合だったかなという気がするので、本当堀口の試合を見て堀口はただもんじゃないなっていうのを改めて、みんなもそうかもしれないですけど感じました。他のニューカマーっていうか他のあれなのはやっぱり佐川カンナじゃないですか。すごいですね。やっぱりこの年齢20歳、19歳、キングレナもきっとそうだと思うけど、この年齢の半年間真剣に集中してやったこの実力の飛躍度が恐るべしで、ひょっとしてレナと朝倉環奈はもっと早い、例えば10月にやってたら結果が違ってたかもしれない。この10月、11月、12月、この期間にまた朝倉環奈が実力を伸ばしたことっていうのも本当に何日か見ないだけでも成長を感じるぐらいの伸びる白がある伸びたなって感じですね。だからああいう形で僕は正直マリア・オリベイラに苦戦すると思ったんですね。アリシャ・ガルシアがあれだけつけられなかった選手を
いとも簡単にというか初めて1本取ったじゃないですか。試合でこれ桜庭にも前言われたのに1本取れるって日本になるともう本当に取れるんです。あのサッカー選手がゴールが取れると取り方というかコツを覚えるともうスコンスコン入るようになるんですよね。なかなか取れなかった1本はああいう形できちっと1本取れるようになるともう次の試合も自信満々ですよ。だからレナからすると一番乗せちゃいけない選手が乗ったタイミングで噛んだとやることに流れがなっちゃうんです。だから本当にこのトーナメントは桜カンナのために回りました。